湾岸スターカップということでやっていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥ハッチでございます。こちらは名古屋の山西住所ってことでね、SP2 ってことでね、格付けがついております。まあちょっとね、SP1 と比べるとメンバー揃ってないなっていうか、ダービーの上位2頭も出てこないしということで考えると、まあ比較的こう夏の合間の重賞みたいな感じでね、まあだからこそ力の差がはっきりしているのかななんていう気もするんですけども、まあこんな感じでいきたいと思います。今回の軸は4番のスプリングメドウ、まあこちらからいきましょう。春定賞、そして東海ダービーと3着に来た馬でね、この中では実績最上位かつ重賞未勝利なんでね、やっぱタイトルはそろそろさすがに一つは欲しいと思います。まあ安定した成績できてますし、重賞初制覇の期待ということでやっていきたいと思います。まあ、そして1番フーククリスタル、まあ春定賞4着馬ってことでね、このメンバーの中でも上位の存在だと思います。まあ、笠松の重賞勝ち馬ってことでね、なんとか笠松競馬の復活も期待して、これもね紐に拾っていきましょう。そして8番インザホッパー、まあ、競争中止明けもね2着と好走してます。まあ、競争中止もね自分が悪かったっていうよりは巻き込まれたようなね不運な競争中止だったんで、そこからねダメージなくここ上がってこれてるのはなかなかのもんですし、まあ狙ってみたいなと思っております。まあ、そして11番リアルスピード、東海クイーンカップの5着馬、まあ、重賞ではまだこれからなんですけどね、持ち時計は上位ですし、まあ、このメンバーの中だったら馬券圏内狙えるんじゃないかなとは思っています。そして12番大戦ハッピー、東海クイーンカップ3着と、まあ、その前後の戦績を見ても、まあ、今回の牝馬の代表格はこの馬かなという感じはします。まあ、ダービーこそ大敗したものの、ね、距離延長で狙ってみてもいいのかなという存在だと思っております。まあ、そんなわけでね、まあ、なかなか普段から見てるわけじゃない地方競馬で穴予想っていうのも難しくて、こんな感じになってしまいましたが、まあ、やっていこうと思いますので、まあ、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。